どうも、母ちゃんです。ということで今日は11月に入っても栽培できる野菜について説明していきたいと思います。ということでこちらの野菜なんですけど、今のね11月のこの前半ぐらいに種をまくことによって、まあね、最速でもう年内でね収穫できますし、遅くなったとしてもその新年の1月ぐらいには収穫できるので、まあね、次の夏冬野菜の畑の準備とかの合間にもできる野菜となってますので、ぜひね今畑が空いていて何育てようかなとか思う方いると思うんですけど、そのような方はこれからね説明する野菜っていうのを植え付けてみてください。で最近は朝晩のね冷え込みっていうのが結構ね激しいんですけど、それでもこの野菜に関しては結構ね成長するものですし、あとね畑がなくてプランター栽培でやってるっていう方でも全然育てられる野菜となっているので、こちらね試してみてください。で本編でね説明する野菜に関しては、まあね、5種類ね説明していこうと思うんですけど、この5種類以外にも育てられる野菜っていうのがあるので、まあね、皆さんのとこですと何々育ててるよっていうところのコメントとかねたくさんお待ちしております。ということで11月に入っても栽培できる野菜について詳しく説明するので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。で5種類ね説明するって言ったんですけど、まずその5種類を説明するより前にこの野菜をね植えるための作業っていうのがあるので、こちらね説明していきたいと思います。まずこの作業ね何をねやるのかといったら、土作りをしないで野菜をまくっていうことをしてください。なぜ土作りしないでまいていくのかといったら、もう今の時期の野菜っていうのは大体ね育てられるものが決まっているので、まあね紹介するものをほとんどがね葉物野菜となっています。でこの葉物野菜に関してはそこまで肥料がなくても育つね野菜が多いと思うので、こちらねあまり肥料を入れないでくださいって言ってるんですけど、あとねもう一つね大きな理由があって、それは肥料をね入れてしまうことによって、その肥料を微生物が分解するときに野菜の種も一緒に分解されてしまう恐れもありますし、そのね分解したところの分解熱ですね、分解熱とかが発生するので、その熱で野菜の根っこがやられてしまって多少ね育たなくなってしまうよっていうことにもつながります。なのでこのようなことを防ぐためにも無施肥といって肥料をね入れないで、まあね畝作りとかをしてしっかりと野菜っていうのを育ててあげるようにしましょう。あとはマルチを使うっていうことも大切になってきます。で今の時期もね雨がねほぼほぼ降らないね環境となってますので、なのでそのね少ない水分の中でいかに野菜を育てていくのかっていうので、こちらねマルチ使える方っていうのはマルチを使って野菜を栽培していきましょう。保湿をされることによってしっかりと野菜の根っこから水分がね吸収されて上にね行き渡ることによってみずみずしいいいね葉物野菜が育つことになるので、ぜひこのマルチもね活用しながら栽培してください。であとは保温性もね兼ね備えていて、野菜とか他のね植物とかが成長するのにはやはりね温度がね関係してきます。なので温度が暑い夏とかに関しては野菜の成長が一晩でねすごいね大きくなったり、いっぱいね実をね実らせたりすると思うんですけど、それが冬になると気温がね落ち着いてくるので成長もどん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 ねなだらかにねなっていきます。なのでマルチをしているところとしていないところで同じ野菜を育っていても、やはりこのね保温性の違いとかによってマルチありの方が早めにね育ってくれるようになるので、まあねほんと年内を目標に野菜をね栽培したいなっていう方に関してはこのマルチをね使って栽培してあげましょう。最後に大切になってくるのが防寒対策です。でこの防寒対策ね何をするのかといったら、今の時期ね先ほども言ったんですけど気温が低くなって朝晩のね冷え込みとかがね寒くなってきます。強い以上に野菜にこうね温度の寒暖差がね起こらないようにしっかりとビニールトンネルとかっていうのをかけて栽培してあげてみましょう。でまたは不織布と防虫ネットとかを合わせてね栽培するやり方でも全然いいものとなっているので、まあねどちらか持ってる人はこの防寒対策もしっかりと行ってください。ということでおすすめ野菜についてです。まず一つ目がほうれん草ですね。でほうれん草を僕の動画でも最近ね取り上げたものとなってるんですけど、この11月中に種をまくことによってこのね年内にね収穫できたりもします。なので今の時期からほうれん草種まきを始めてあげて、こうねしっかりと防寒対策っていうのを行うと、よりね葉っぱが大きくていいねほうれん草が育ってくれるようになるので、ぜひ皆さんもねこちらやってみてください。でこのほうれん草に関しては寒さに当てることによって少しね甘みをね増
すなんかも言われています。でなぜこれ甘みを増すのかといったら、野菜自身ね凍らないようにこのね糖度をね出すと言われているからです。なので缶詰の甘いねほうれん草が食べたい方に関しては、ずっとねビニールトンネルをかけているんではなくて、収穫する 2,3 日ぐらい前にですね一回ビニールを剥いであげて、寒さにね直接ほうれん草を当てることで、よりね美味しいほうれん草を取れたりもすることができるので、こちらね試してみてください。2つ目の小松菜です。小松菜もほうれん草同様で育てやすいものとなっています。で今の時期の葉物野菜ね、何がいいのかといったら、害虫被害がね限りなくね少なくなってきます。っていうのも、まあね、夏とかこう、ね、秋ぐらいの段階ではまだまだ暑さがね結構あったので、害虫が動いてね活発になっているので、まあ、その成長する途中で葉っぱをかじられてしまったり、根っこを切られてしまってこう、ね、成長があまりね良くないようだったり、ちょっとね見た目がね悪くなってしまうっていうことが起きていると思うんですけど、まあね、この11月に入ってから植えるよっていう方に関しては、この害虫が結構ね活動しなくなりつつあります。なので通常通り夏終わりの9月とか10月に種をまいて育てるよっていうものに関しては、しっかりとまあね消毒などをしてこれね対策していかなければいけないんですけど、そのようなお世話っていうのをしなくてもしっかりと綺麗でいいものが育つようになります。なのでこちらのね小松菜に関してもほうれん草同様で、しっかりとビニールトンネルなどをしてあげることによって年内のね収穫が可能になってますので、ぜひね皆さんも育ててみてください。3つ目はレタスミックスです。でこのレタスミックスなんですけど、通常のレタスだけではなくて、いろいろなね種類の種っていうのが織り交ざったねものとなっています。こちらに関してはダイソーなどの100円ショップで結構ね売られてるものとなりますので、皆さんでも手軽にね入手できる種となってますので、ぜひね育ってみてください。でこちらのレタスミックスに関しては、しっかりと葉っぱをね大きく育てるんではなくて、ベビーリーフを楽しむようにしてください。でこれであればプランターがあれば、プランターのそのね上にばらまきねしてあげることによって、もうねたくさんいろんな種類の葉っぱが生えてくれるようになるので、まあね順次ベビーリーフになった順から取ってあげることによって、いろいろなね葉っぱを楽しめますし、まあねサラダとかの彩りにもね加えることができると思うので、こちらおすすめの野菜となっています。4つ目はチンゲン菜です。でこのチンゲン菜なんですけど、こちらもね冬野菜王道のものとなってまして、特にね中華料理とかでよくね使われると思います。なので、まあ、中華風のスープにしてあげたり、あとは炒め物にして、まあね中華丼にして食べたりって言って、いろいろね幅広く料理に活用できる野菜となってますので、こちら育ててみてください。でまたチンゲン菜の他にもミニチンゲン菜って言って、通常のチンゲン菜よりも小さいねものがあります。なのでこちらの小さいものに関してはより早く収穫できたりもするので、まあ、この冬のちょっとした期間違う野菜楽しみたいなっていう方に関しては、こうねミニチンゲン菜なんかも育ててあげるといいかもしれません。でこれね僕のおすすめの食べ方は、こうチンゲン菜を半分にね縦で切って、それをステーキにねすることです。でしっかりと両面焼き目をつけて、こうね僕ん家では、まあ、ニンニク醤油だったりそういうものをかけて食べたりもねすることができるので、ぜひねこちら皆さん試してみてください。最後5つ目がこちらね、ラディッシュになります。でラディッシュって結構ね聞いたことあると思うんですけど、別名ね20日大根とも言われています。で本当に表面に関してはとてもね綺麗な赤とかねピンク色みたいな形をしているので、結構食卓に彩りをね与える野菜となってますので、ぜひねこちらも育ててみてください。で本当にうまく育てることによって、通常であればこんぐらいのね太さだと思うんですけど、僕の家ね一回ねバカでかくね結構ねこの指が回らないぐらい大きなものがね作れた年っていうのもありました。なのでまあそこまで大きくしなくてもいいんですけど、本当ね小さいサイズで収穫してあげて、そのままねマヨネーズにつけて食べるっていう方法でも美味しく食べれたりもするので、こちらの野菜も育ててみてください。はい、ということで以上言った5つの野菜ですね。ほうれん草、小松菜、レタスミックス、チンゲン菜、ラディッシュ、この5種類がねあったと思うんですけど、皆さんねぜひねこの5種類の中で何かね惹かれるものがありましたら育ててみてください。でこの本当育て方も前半ね言ったと思うんですけど、無施肥でやっても全然育つね野菜となってますので、そこら辺も忘れず育ててあげることによって、まあね来年の夏野菜の畑のね土作りの準備するまでには必ずね収穫ね終えるような野菜たちですので、こちら育ててみるようにしましょう。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。